今日はカワハギを5枚加わりました。短時間に1時間ぐらいのこの間に、津島リーナの 800m ぐらいの沖合で、サバ、まあ、エコサバとそれからこのカワハギ、それから九千ベラ、そしてアジ、イナダも来ました。これからちょっとこのカワハギのさばき方をやってみたいと思います。そして一応刺身にします。3枚におろしまして刺身にします。そしてその真ん中の骨、その他はですね一応、味噌汁の中に、入れますと おいしい、塩汁ができますし、またこのお腹が膨れてますよね。これには肝がありますから、それはまた別個に、刺身と一緒に食べてみたいと思いますね。それでは、まず頭を渡します。この頭の場合はですね、この端っこのこっちの方がいいか、こうした方が、分かりやすいと思いますね。ここから渡します。ここはですね、両包丁で頭に刻みを入れます。それから次はこれに刻みを入れます。そして今度は尻尾を落とす。はいね、生きがいのどうしても硬いですね。これからここに入れます。ただこうちょっと回しましょう。回してこの尻尾のここに入れます。てか邪魔になったからね。これから今度はこの頭ですね。頭の場合こういうふうに持ちまして、上からこのなるべく身の部分を残して、そしてこれをこうやって引っ張ります。引っ張りますよと簡単にお腹が割れます。そしてこのようにいっぱい、コバ入ってるね、肝とコが入ってますよね。これね、この白いのはこれがコですね。そしてこの2つに落としまして、そして皮を剥ぎます。これは簡単に剥ぎます。このこういうふうにですね、簡単に皮を剥ぐことができますね。そして、こちらの方も簡単に皮を剥ぐことができます。そして頭はですね、この口先を落とします。こっちか、この方が口先を落とします。ここを落とします。そしてこの頭も皮を剥いて汁にしますと。それですね。そしてそしてこれを3枚に今この戻してますね。この真ん中の骨になるべく身がつかないように包丁を入れて、それから3枚に下ろします。そして、身の方はお刺身にして、それから、中骨は、味噌汁に、ぶち込みます。なかなか慣れてますね。釣った魚を毎回料理してますから、非常にうまく切れましたね。こういう具合ですね。それでは昨日釣ったこのカワハギですね。このカワハギから美味しいおじやを、カワハギおじやを作りました。それを、ご紹介したいと思いますね。これがじゃじゃーん、これがカワハギの玄米おじやでございます。このカワハギを3枚におろしたカワハギをですね、から出汁を取りまして、そして、その中に玄米卵、最後のほうれん草を入れて、コトコトと煮ています。そしてこの出汁物ですね、これはもう一度、味噌汁の中に入れれば美味しい、お塩汁の、味噌汁ができます。それでは本日の鎌倉仙人朝食を、ご紹介したいと思いますね。これは昨日釣ってきた材木座のこの沖合で釣ってきました、
九千ブナの塩焼きでございます。なかなかこの白身の美味しい魚でございます。そしてこちらはこれはカワハギ、昨日はカワハギを5枚短時間に釣り上げましたんで、これの刺身でございますか。そしてこれはカワハギの骨で出汁を取りましたおじや、玄米おじやですね。この上にかかってる黄色いのは、茶色いのはこのすりごまですね。すりごまが非常に健康でよろしい。そしてこれをですね、醤油でもってこの日食べという伝統的な日本の健康長寿仙人食ですね。地産地消、釣った魚も鎌倉の宇治の魚でですねいただくという、はい、本日のこれが鎌倉仙人100歳目指せ朝食ですね。いただきます。